皆さんこんにちは。今日は新玉ねぎを使った玉ねぎサラダを目分量で作ろうと思います。材料はこちら。火を使わない簡単料理です。それでは早速、レッツラゴー。まずは新玉のカットから。普通の玉ねぎより大きいのでちょっと迷いますが、4分の1くらい使いましょうかね。カットしたら手でばらしておきます。そしたらボウルに水をためて、玉ねぎを水にさらしておきます。こうすることで辛味を抑えることができます。しばらく放置しましょう。その間に貝割れ大根をカットしておきましょう。こんくらい。これで OK。 15分くらい経ちました。水をしっかり切って、貝割れ大根を加えたら、ツナ缶を入れます。そこに醤油、ごま油で味付けして、しっかり混ぜたら完成です。味見タイムだそうです。玉ねぎサラダの完成です。新玉ねぎならではの甘みが引き立つひと品。簡単に作れてかつ健康的なので、新玉ねぎが手に入ったらぜひ作ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。